では続いての話題です米沢工業高校専攻科の生徒などが昨日、効率的に紅花染めを行うための方法について考える実験を行いました実験を行ったのは米沢の紅花文化を後世に伝える啓蒙活動を行うため今年5月に発足した米沢紅花文化伝承会です 米沢織の織元、新田の新田勝彦さんが代表を務め、ボランティア海老ヶ沢や地域おこし協力隊、米沢工業高校などで構成されています。昨日は、米高専攻科生産デザインコースの生徒2人と地域おこし協力隊のキルナことのスーさんなどが、 紅花染めをより効率的に行うために最適な溶剤の分量を調べる実験を行いました一晩水に浸した1.5グラムと2グラムの紅餅がそれぞれ3つずつ用意され炭酸カリウムと米酢の分量を変えながら実際に紅花染めを行い効率よくきれいに染まる配合を考えました紅花染めでは アルカリ性の水で赤い色素を抽出した後米酢を使って弱酸性に戻すことで布に色素を定着させるということで生徒たちは色の定着具合を確認しながら実験を進めていました米沢紅花文化伝承会では今後、今回の実験をもとに児童生徒が簡単に紅花染めができる体験キットを製作することにしています。